繊細の宛先、小宮山文子。繊細の前後、阿波屋のママさんに助けていただいたことが一番心に残っています。本当にありがたかった。ママさんは恩人です。長女、長男、次女と親子連れ4人は波打ちの自宅から新庄までいつもお邪魔しては食料を助けていただいた。夫は会社、勤労奉仕、私も赤ん坊を背に合浦公園に松の根堀や防空の堀の勤労奉仕に出た。あの日も3人の子供を連れて阿波屋さんのお宅に着いたらドカンドカンと爆撃、ガラス窓はビリッビリッと今にも壊れそうになる。青森港の上空を飛び交う米軍機に頭が真っ白になった。ママさんはこのまま山にいるように言ってくれ、ヤギの小屋を改造したところに疎開という形でお世話になった。赤ん坊のおしめは外に干すと飛行機の目標になるからと注意された。妙に雨の多い寒い夏で困った。石鹸はベントライト、泡の出ない粘土であった。夜の食事は光を外に漏らさぬよう黒い幕を巡らし、電球には黒い覆いをしたその下でする。わびしいものだった。いささかの私の着物は大部分子供たちの芋、かぼちゃなどの食料に変えられた。青森大空襲の夜、山からこの世のものとは思われない殺戮と破壊の大花火を見ながら無限の虚しさをかみしめるばかりだった。いつ皇軍が奥の手を出して敵をやっつけてくれるかと、今か今かとそれを待っていただけにすっかり落胆した。翌朝、山から見る青森の町は廃墟という言葉そのままだった。我が家の焼け跡を見たいと子供たちと帰宅途中、道路上には電線が入り乱れ、焼け炭が詰まってところどころまだいぶっていた。消防夫が焼け落ちた防空壕から死体を掘り出しているのを見た。信じられぬことだったが、我が家は残っていた。よかったと思うより、何か他人に対して申し訳ないような気持ちだった。無人の家は、表戸も裏口も開け放され、縁側に大切なものを入れたリュックがそのまま掘られていた。波打ち国民学校も焼け残ったが、屋上にいたはずの対空部隊は大きな樽に丸太を差し掛け迷彩を施しているだけだったという。焼け残った我が家には通行人がよく便所を借りに来た。便所に置く風雑誌がなくなった。いろんな人が泊まった。親戚、知人、知らない人、青森へ見舞いや応援に来る少数の団体も水道が出なかったので近所の井戸から水をもらった。阿波屋さんが谷という黒い牛に疎開の荷物をつけて届けてくださった。戦争が勝ったらチョコレートも餅菓子もほんと食べようと子供たちと約束したのに、とんでもない。軽装土の七輪の左右に小さくした木くずを燃やして煮炊きをした。木くずはカゴを持って合浦公園の海岸に拾いに行った。それをむしろに広げ塩分を抜き乾燥させて使った。吾妻岳の美しさに心を慰められた。主人が肺炎になり不自由な物資に泣かされた。海藻麺、かぼちゃ、雑炊、すいとん、乏しくて貧しい食事、
みんなが家族の健康を守るため必死だった。みんなシラミがたかり、発疹チブスになったら、ととても不安だった。薪の配給は、堤川の川尻に漁師車まで取りに行った。米も、魚も、縫い糸も、タバコも配給だった。戦後もしばらくは、表手には、バツ印に木を打ち付けて、無人の隊にし、裏口から出入りした。タブロイド版の東日報は、隣組で配達した。弟は戦死した。進駐軍のキャンプが近所に並び、女は一人で外出するなと言われた。靴のまま部屋に入り、仏壇の位牌を持って行った米兵もあったという。我が家にも米兵が来た。一人はトーマス、一人はバッチャーと言った。いろんなことを思い出す。30年近い年月。あの頃は若くて健康であったから切り抜けられたのだと思う。